アニエセヨニケです。今日はですね、初めての川崎にやってまいりました。まあ初川崎ということでね、何を食べに行くか迷ったんですけど、今回初めてということなので、駅から近くて関空ランチを楽しめる場所に行きたいと思います。お店の名前がセンちゃんっていう名前で、韓国兼焼肉のお店かなという感じの場所でした。そこでね、ランチ楽しんでいこうと思います。駅からすぐですね、商店街が近くにあるんですけど、その中に入ってます。歩いて3分ほどぐらい、そんぐらいだったかな。着きました、センちゃんです。それでは早速中に入っていきましょうか。かじゃあ、土日祝だけしかね、ランチをやっていないみたいなんで、平日は基本夜だけみたい。そしてランチメニューがこちらになります。僕は今回カルビクッパ定食食べていきます。定食のランチはですね、ライス、焼酎で、どれでも同じ値段で提供しているみたいです。まあ写真はこんな感じかな。定食メインになりそう。あとね、この鉄板ニラパイっていうのが結構気になりました。でもちょっとお値段高いから今回断念。そしておかずでついてくるサラダです。カルビクッパの登場です。具材もね、結構入ってるように見えるし、色合いもね、とても鮮やかで結構美味しそう。そしておかず3品ですね。ほうれん草かけてきもやしナムル。こういった形の定食になります。それでは早速食べていきましょうか。ちゃんもっけすみだ。まずはカルビが入っております。骨がついているカルビですね。そしてネギとかもね、たくさん入ってる感じかな。でね、チョルミョンが入っていました。春雨みたいな透明な麺ですね。食感も似てるかな。まあお肉と一緒に食べることもできるし美味しそう。溶き卵もね入ってるし。そしてですね、こちらはですね、カルビクッパということなので、ご飯とね一緒に食べていくのが基本の形となってくるかな。まあご飯をね最初から入れちゃってもいいんだけど、まずはね、まあそのままの状態でスープとか楽しんでいこうかなと思います。今回はですね、カルビクッパの定食ランチにして、まあ他のランチ僕も食べたことないからわかんないんですけど、まあ結論から言うとめちゃくちゃ美味しいですね。まあ僕がね美味しいと思ったポイントをね、いくつか説明していこうかなって思います。まずね、一つ目なんですけど、お肉ですね。カルビクッパといえばこのお肉なんですけど、このお肉がね、やっぱりものすごく柔らかいんですよね。普通の肉ってまあ噛むじゃないですか。まあ噛むのが当たり前だと思うんですけど、カルビクッパのようにトロトロに溶けたお肉っていうのは、もう全然噛まずにもね、楽しめるかなと思います。あ、今このようにご飯を投入しました。まあクッパなのでね、ご飯をね、こうやって入れて食べていくっていうのが基本スタイルになるかな。まあ話を戻すんですけど、やっぱりお肉がね、ものすごく柔らかくて、口の中で溶けていくような、噛むという行為をね、一切はちょっと言い過ぎかもしんないけど、まあそう言っても過言ではないぐらい、お肉がものすごく柔らかいカルビクッパになっていますね。韓国ってやっぱりいろいろクッパあるんですけど、その中でも僕ね、ダントツって言っても過言ではないぐらいこのカルビクッパが大好きなんですけど、まあその理由の一つもお肉の柔らかさっていうのがあります。で、ここのお店もしっかりとお肉柔らかいものを提供してて、すごく美味しいものだったので、まあここがね美味しいポイントの一つだなって思いました。そして二つ目なんですけど、スープです。見た目からね、すごく辛そうに見えるんですよね。真っ赤っかだし、でもね一切辛くなくて、若干ねほんのり甘い風味を漂ってるんですよね。食べ進めててね、スープ飲んでるんですけど、甘みを感じるんですよね。スープにイメージとしてはすき焼きのタレっていうか、すき焼きのスープですかね。スープって言えばいいのかな。まあすき焼きのような甘さを感じるんですよ。砂糖が入ったようなね。それがですね、程よい甘さ加減でね、スープがものすごく美味しいんですよね。お店によって変わっていくんですよ、カルビクッパって。まあ透明なものだ真っ赤なものだったり、あとね辛いものだったりね、お店によってスープは特徴出てくるんですけど、ここの甘みを感じるスープっていうのはかなりの美味しさだったから、いやこのスープの味はいいなと思って、どんどんねお米が進むような味わいしてるので、お米と一緒に食べるカルビクッパに最適の味わいなんじゃないかなって僕は思いました。まあ、これがね美味しいなと思ったポイントの2つ目です。そして3つ目は具沢山のところですね。チャウリメン、ネギ、溶き卵、あとは野菜だったりお肉、たくさんね具材が入ってるんですよ。まあ種類もそうなんですけど、一つ一つのね量もそうなんですよね。例えばカルビクッパに入っているお肉なんですけど、お肉ね僕ね最初上から見た時に、あれ数個しか入ってないのかなと思って見てたんですよ。でもね、どんどん食べ進めていくとお肉がどんどん下から溢れ出てくるんですよね。で数えたんですけど、まあ、8個ぐらいはありましたね。8個9個ぐらいねお肉が入っていて、あものすごくお肉入ってるなと思って、
まあお肉がすべてね、骨付けの柔らかいカルビってわけではなくて、まあ平たいね、普通のお肉っていうのがあるんだけど、まあそれでもね、お肉の量に関してはね、かなりダントツで入ってたので、結構ね、最後まで楽しめるんじゃないかなって思います。どうしてもね、お肉がメインになっちゃうから、お肉の量が少ないと、まあちょっと物足りないなって感じることもあるんですよね。やっぱりカルビクッパのランチとか食べてても。でも、ここのカルビクッパのランチは、しっかりとお肉が入っているから、最後までね、お肉余るぐらい、それぐらい入っているから、最後まで楽しめることができますね。まあお肉がね、少ないカルビクッパだったら、本当にスープ飲んだり、野菜食べたりするだけになるから、もったいない、もったいないっていうか、物足りないなと感じやすいから。まあそれがね、一切感じなかったから、そこがね、三つ目のポイントですね。柔らかくて口どけをするお肉、そして甘み感じる格別な美味しさのスープ、そして具材がたくさん入ってて最後まで飽きずに楽しむことができるっていう、この3つのポイントが僕がこのカルビクッパのランチ美味しいなと思った理由ですね。おかずも3種類ついてきて、でかつサラダもついてくる。でお米もね、大中小好きなものを選べるっていうので、かなりね、いいランチの形式になってるんじゃないかなと思います。逆にね、ちょっとネックだなと思った部分はランチのお値段ですよね。このランチのお値段が1250円です。ほんのちょっとだけね、ランチにしては高いかなと思いました。まあでもおかず3品、まあここはまあどこのお店でもついてくるかなと思うんですけど、まあサラダまでついてきて、でおかずじゃなくてご飯もね、量変えれる。まあでもご飯の量もそうだな、おかわりとかできる場所もあるから、まあそう考えたらやっぱり高いかなとは感じますね。そしてランチ営業をやっている曜日ですよね。僕が調べた限りでは平日はもう夜しかやってなくて、9時ぐらいの営業開始だったかな。で土日祝だけ昼からやってるんですよね。なので土日祝だけしかランチを楽しむことができないので、ちょっとねそこだけ、なんだろう、川崎駅周辺で、まあ、働いてる人とかいるのかわかんないんだけど、僕もまあ周辺でもし働いてたら、平日にねランチ楽しみに行けるのに、その平日はランチやってないからそれができないっていうね、そこだけちょっとネックかなと思いましたね。大学生とかもね、まあ川崎駅周辺で大学生いるのかちょっとわかんないんですけど、まあそうやってね、平日にお昼を楽しむことができないっていうのがちょっとネックかなと思いました。ただね、あの日帰りランチっていうのがあったんですよ。で日帰りランチってあるぐらいだから、平日もやってるのかなとちょっと思ったんですよね。ただ調べた限りでは平日やっていないって書いてあったので、ちょっとそこを聞きとけばよかったです。申し訳ないです。それでもね、土日祝しかやっていないっていう、まあ僕の情報ではそうだったんだけど、それでもね、お客さんたくさん来られてましたね。年齢問わず、性別問わず来てましたね。もう常にお客さんが来てるから満席状態なんですよね。で、あとテイクアウトもできるみたいで、テイクアウトしに来るお客さんも多かったですね。ですので、川崎に住んでる方々はテイクアウトね、できるので、テイクアウトしてもいいんじゃないかなって思います。まあ、今回ね、初めての川崎だったんですけど、で、初めて、僕、本当に1、2回ぐらいしか置いたことがないぐらいの場所だったので、ちょっと緊張したんですけど、まあ、今回ね、美味しい韓国ランチに巡り合えてよかったです。結構、川崎周辺も紹介してほしいです、みたいなお声掛けをありがたいことにいただくのでね、で今回ね、まあ、川崎に来て、調べててね、分かったことが、まあ、結構あるなと思って、韓国料理屋さん、川崎とか横浜とかね、だから今後ね、そこら辺のエリアも攻めていきたいなと思うので、ご期待くださいませ。チャームごすすみだ。カルビクッパーお肉たくさん入ってて、最後まで飽きずに食べれて満足いく結果でしたね。他のランチ食べたことないので、まあ何も言えないんですけど、僕はまあこちらに来てランチ食べるってなったらカルビクッパーをおすすめします。僕が食べてものすごく美味しかったから。商店街の中に入ってるから、まあ駅からも近いしね、まあ、見つけやすいし入りやすいお店だったので、川崎でね韓国ランチを楽しみたいっていう方はぜひねこちらのお店来てみてもいいんじゃないでしょうか。それでは今日は川崎にあるセンちゃんさんのカルビクッパ定食のご紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。インスタグラムに詳細まとめておきますので、ぜひ見に来てください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。アンニョーン。